カーは株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長佐田の栄光と記憶に残るプレーで世界中のサッカーファンを沸かせてくれたディエゴ・アルハンド・マラドーナさんがご逝去されました。ここに哀悼の意を表し黙祷を捧げたいと思います。黙祷。皆様お直りください。どうぞご着席ください。
前半が終了しました。ご覧のように3-0で前編金沢がリードしています。先週の問題がありましたのでお知らせします。アビスパ福岡背番号14増山朝日に変わりまして、背番号17福光隆輝、背番号16石井大輔に変わりまして、背番号19田辺翔太、背番号9ファンファということに変わりまして、背番号
Thank you.
試合が終了しました。ご覧のように2対2で引き分けです。